毎日ポジブ。いやー、だいぶ歩きましたね。いやー、すごい絶景があったんで、ちょっとねここで絶景をみんなに楽しんでいただこうかなと思ってですね、今こうやって毎日ポジブ撮ってます。いやー、このね海のここがガードレール沿いのねこの景色綺麗だね。いやー、本当にもうこれ大自然ですよ、これね。この自然をね感じれるっていうのはねこれ最高ですね。なかなかね、新宿に住んでるとこういうねのどかな景色というか、このね草の匂い、虫のさえずりね、なかなか感じることはないですね。いやー、いい経験だなこりゃ。天気もちょうどね曇りぐらいで涼しくてね、歩きやすいですね。いやー、こんなねところをね歩いたっていうのはね、多分僕一生のこれいい経験になりますね。はい、こうやってね、まあ、何歳になっても自分がねやりたい、行きたいと思った場所にね行ける、これはねとっても幸せですね。そんな幸せの今すごく噛み締めてますね。はい、なのでこうやってねちょっと撮らせていただきました。はい、またねこれはもう記録用としてね、これしっかり残して僕の記憶にね留めていきたいと思います。